皆さんこんにちは、ペツでございます。横綱物語ですね、続きやってまいりたいと思います。1149回目、春場所の場所前結構ねまいりたいと思います。西の党員さんは早くも重量上がっちゃいましたね。ちょっと急ピッチでね行かないといけないんですけども、ここはまず今回アイゴッツさんです。まあ、24歳のね、確か秋場所ぐらいまでは上がったと思うんでね、そこまでが勝負ですね。ちなみに今場所はね、四股を踏んでいきます。で、室町さん、絶好調か、確定してますね。しかももう完成してるから。で、鞍馬口さんはここはね、ちょっと小遣い上げたいから、ぶつかりと四股なんとか1ポイントずつっていうのが今場所の目標。鎌田さんもね、小遣い入れたいので、11ポイント引いたら38やから1ポイント当たり外れになるんで、それはちょっと避けたいんで、ここはね、70のパラまずちょっと戻し1個ずつ上げていきます。まあ上げてから戻してもええんやけどね、なんかまあええかで、おばさんがね、重量を超えてくれたんで、今場所は道行ける。はい、こっちゃんです。で、こっからやね。で、もう一回上げてもええぐらいやねんけどね。まあ、それはもったいないか。ね。で、今で方は下半身。で、ちょっとね、集中力を戻したりとか、微調整はします。で、寺之内さんが運び足。集中力73ぐらいまでに上がってくれればラッキー。新町さんは集中力、下半身、持続力73にちょっとフェーズね、あと3ポイントやから1個ずつ上げるから、で、お小遣い上げて上半身着手。コロモダンさんも今場所は調整場所、70、80のパラを1ずつ上げる。今日は講演会で、北山さん、北山さんと千津風やね。はい、では2日目ね。この辺ね、まず執行、これで50復帰でしょう。まあ60頭ぐらいまでいけますよね。で、室町さんが絶好調確定しましたよと。で、鞍馬口さんが引かない。まあ多分こんなことやってたらまたね、引かんのじゃないかなーいうようなね感じしてくるんでね、途中でねヨタ話せなあかんのかっていうところなんですけども、とりあえずこの辺は65にフェーズ合わせようか。上半身以外はね、あまりも上半身ね、しようか引かないね。寺本さんか、下り坂か。新町さんが、まあちょっと、あ、でも早めに始めといた方がいいよな。ねちょっと今回ね、微調整あるからね、本当にちょっと関係ない話すね、怖いなあいう部分もあるんだけど、ヨタ話言うてね、今ハッと思いついたのがね、あれ、そのヨタ絡み言ったら変な話になるかもしれないけどね、おお、上がった。やっぱり喋ってる方が上がんなそれも嫌やけどね、ヨタ8っていう車ね、トヨタ S スポーツ800ね、ちょっとね可愛らしい車ね、あの車をね、ヨタ8って呼ぶのをね知らなかったんですよ。で、なんで知ったのかって言ったら、よろしくメカドックですよね、
ケボー小町ね。あ、実はね、うちのね、小町さんもね、そのスケボー小町から持ってるんですけどね実はなんかはんなりした名前がいいな。はんなりって言うと大変ね。じゃあね、ちょっと 和の名前つけよう言ってね、いう話で嫁はんと言っててね、じゃあ小町ってどう思ってたらいいねって言われて、出どころはって聞かれたからスケボー小町言うのめっちゃ怒られたんですけどねそのね、スケボー小町が乗ってる、ね、車がトヨタに住んでるね、ヨタ8、あのヨタはトヨタのヨタやけどね。で、あれもね、もうちょいなんていうかね、グレードのいいやつがトヨタ2000いうね、まあフォルムも似てますよね。あれをちょっとね、2000をこじまりとしたのがね、ヨタ8っていうのがね、あって、まあ実際、その私のね、子供の頃のその、関連した、人で、ヨタ8は乗ってた人はね、いなかったんで、まあ実際走ってるところしか見たことなかったんですよね。で、実車をまじまじと見たのはね、もうかれこれ20年ぐらい前かな、梅田のね、阪急梅田のちょっと東にね、東通り商店街っていうのがで、そこからね、東通り商店街に入らずに、ちょっと斜め、あそこちょっと V 字みたいなね、道路交差点があってね、その交差点、まあ、今その V 字の途端のところが今はもうね、阪急百貨店のメンズ館っていうちょっと名前に変わっちゃったんですけど、まあ一応名前はね、ナビオ阪急で残っとるんですけどね、昔はもう、ショッピングセンターというかね、ナビオ阪急もしくは隣にあった阪急ファイブ、今のね、ヘップっていうのは HEP ね、阪急エンターテインメントプレイスかな、HEP5 ね、あれは建て替えたんでね。で、まあ、HEP のナビオとね、HEP の5って言ってね、まあ、長らく、阪急百貨店が建て替える前までは、まあ、そういうね、ショッピングセンターとしてね、協立しとったわけなんですけどね。まあ、その、ま、道挟んで真向かいのところですね。今ね、ちょうど今もあんのかな、最近、あの辺行ってないけど、ナムコのね、ナムコランドのゲームセンターになってるんですよ。で、その建物の1階が、なんでか知らんけど、ショールームっていうわけじゃないんだけどね、トヨタのなんか関連したね、がやってて、で展示でヨタ8が置いてあったので、外からハッと見てね、思わず入ってね、あれね、結構長いこと置いてあったと思うんですけどね、まあもちろん誰かね使ってらっしゃった方の中古車だとは思うんですけどね。で、あの時初めてまじまじと見たんですよ。ああ、そうか、これが昔走ってたね、ヨタ8かと思って。で、まあね、もちろん多分あれクーラーついてなかったと思うんだけどね。ごめんなさいね、間
違ってたらごめんなさい、本当に。あー、上半身上げよう思ってない。やっちまった。もう喋ってたやっぱり間違えたね。前は。どうせ最後上げるからね。はい、7日目。で、トヨタ車はね、結構っていうほどでもないけどね、まあ現存してね、保管してらっしゃる方が多いんで、意外と、まあ、ただ生産数はね、少ない車はね、まあ、もちろんね、ちょっと、除外言うだけでいいかないけどね、まあその辺ちょっと元々もないことは、なしにして、まあ、意外とね、持ってらっしゃる方は多いとね、伺いますね。で、やっぱりね、少ないのは、あれやね、2、3社ですよね。あれは、一つね、分かってる方はね、ここでございます。はい、ごっつぁんです。大きな原因があるんですよ。日産車のね、クラシックか言ったらおかしいけどね、70年代の車が少ないっていうの、まあ要するに、まあ、昔の車やか、いわゆる丸型ヘッドライトのね車が少ないっていうのはもう西部警察でバンバンが壊されたせいでもあると言われてますよね。グロリアはなかったかな、ね、スカイラインとかね。ただ時たまね、西部警察のオープニングでもあったと思うんですけどね。はい、ごっつぁんでーす。あれね、Z ね、Z が川飛び越しシーンとかもねありましたよね。フェアレディ Z、まあ、ああいう車もね壊すときはたまにね、ああ上がった、やっぱりヒーターあるな、あるんだよねっていう風には思ってたんですけど、まあ、基本的にはあの追っかけてるパトカーがね、急に古い車に変わったなっていう、まあ大概ね、パトカー壊れるシーンですよね。急に追っかけてた車が丸っこい銀色のフェンダーミラーに変わったりでナンバーだけ付け替えてるんですよね、あれね、同じやつに。でね、ロケ地巡りじゃないんだけどね、子供の頃に親戚の夏休みにね、2、3年に1回宮城の方のね、おばあちゃんの方に帰ってたりすることもあったんですけども、あー引いてる、開いた、ね、帰ってることとかもあるんですけどね、そこでね、まあ西部警察でよくあれね、地方ロケやってらっしゃったと思うんだけど、まあそれのね、有名なシーンでね、宮城の日産のね、カーディーラーのね屋根の上から、あれなんか上までね回れるんですよね、ぐるぐるとね建物ね、外周通ってね、あれの上からね車がフェンス飛び越えて落下するっていうのもちろんジャンプ台作ってあったんですけどね。で、あのシーンを覚えてて、でたまたまそのね、親戚のおいちゃんがね、その宮
宮城、仙台駅のね、東側の方をね、通った時にその日産ディーラーの前を通って、おお、このビルあるじゃん、おいなんか、西部警察で出てたやつやんとか思って、興奮したのをよく覚えてますね。おっしゃ、2ポイント目。手直しさえ引いてないけどね。当時はね、私テレビっ子やったんでね、車こそあまりね、そんなに乗ってなかったけどもね、親戚の人とかがね、いろいろね、多かったからね、持ってらっしゃってて、ホンダのね、一番初期のアコードとかね、乗せてもらったこととかありますね。アコードもかっこよかったな。シビックがね、こじんまりしたね、かわいいイメージがあるとしたら、アコードはそれをね、ぐっとなんか、どっしりと構えたね、ちょっとライトが四角ライトになってね、まあ、シビックも四角ライトやけどね、ちょっと、なんていうかな、ちっちゃめの角張ったライトでね、まあ、あれを見て、すごい憧れたもんね。これで揃ったから、あとは、上半身ね。でこれで明日は、今回やってちょっとだけ下半身と鉄砲を戻して鉄砲しましょう。寺本さんも最初のは坊主はなくなったね。で、あとね、街中でね、見かけて、ときめいた言うたらね、女の子に恋するみたいなね、言い方になりますけどね、よかったのがね、俺たちは天使だでね、木馬生さんが乗ってたね、あれ、カマロね、あれも見かけたときかっこよかったけどね、まあいろんなね、彩色のタイプがあるんでね、やっぱり俺たちは天使で出てたね、ちょっと赤い色のね、ボディに屋根の部分っていうかね、窓から上がね、白くなってるツートンの感じね、あれはやっぱりいいですよね。あれはね、欲しいなと思う。車やね。でも色じゃないと嫌やね。で、やっぱりちょっとその出た時のタイプとかね、バージョンによって全然ね。おっさん、おっさんでーす。見た感じが違うっぽい、違うんでね、やっぱり画像検索とかね、 YouTube で見てても、やっぱりその同じやつっていうのはあんまりね、見かけないけど、見てた時は本当にタイプで、まあ、もちろん色違いはね、いっぱいあるんですけどね、やっぱり日本車にないカラーリングが多かったから、例えばね、なんでそのモスグリーンみたいな色があるんやとかね。会社でしか見たことないぞとか、
まあ、1個だけ間違うだけどなとかなりそうやね。さあ、3ポイント目くるか。あ、でも53日目やん。マニュアル取りましたからね、きっちり。最初は、坂道発進めっちゃ手こずりましたけどね、クラッチからね、そのアクセルを入れるタイミングが最初よくわからなくてね、めっちゃ苦労しましたけどね。全然足りんな。で判断力も30ぐらい上げなあかんからね。
はい、今出川さんは、またケンケンやね。おいよ。お、デパート増えたね。さあ、最後引くか。よいしょ。4。ああ、1ポイント止まり。まあまあまあ、まずまずやな。73にして、246、42、全然焦るあれじゃなくて、1回間違えたから上半身9ポイントで終わりだね。で、衣棚さんが、これで56。来場所みっちりやって67で、夏場所、名古屋場所でもう一回微調整して、秋場所で仕上げるという感じだね。で、あとはもう当たり外れの世界と、まあ、ここ4つ入れるだけでいいからね。10ポイント上げれるとしてね。65としても70まで引き上げれるからね、判断力以外は。4項目が。で、ラストの場所で判断力と上半身、下半身とちょっとずつやっていくと。はい、では、技確認しましょう。多分神様だったら1個だけ残しになるはず。あ、やっぱり突き落としを覚えなかったね。確か薬師さんもね、だからおそらく神様だと思う。3代目やな。今出川さん、おう、もう1つか2ついきそうやな。すくい投げ覚えないんかな。投げはこっちはいい。何やろな、足であれす、切り返しを向いてるからね。いそりはないから見どころ攻めか呼び戻しぐらいやろな、来るとしたら。はい、というわけで、これでちょっと本場所を望んでみたいと思います。また本場所の方もね、お楽しみにしていただければと思います。では今回ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。